タイトル今頃出てくるんやな。皆さん、この家です。さあ、早く化け物に気づかれる前に。寺野さん、この家は？この家は安全なの？主のない家は私が管理していますので、ここなら安心です。主？この村では、よそから来た者がもともとあった家に住み、主となるのです。その辺って、家賃とかどんな感じなんですかね。家賃とかタダでいいんですかね。勝手に住んでるのにタダでいいんですかね。廃屋に勝手に住み着きのようね。そういうことです。誰も住み手のなかったこの家なら少しは休めるでしょう。助かりました、寺野さん。ひとまず皆さんがご無事でよかったです。あの時、テロンさんはどうして嘆きの間にいたんですか？用もないのにそんなところまで近づくわけはないよな。私は夕食の後片付けをしていたのですが、突如あの化け物が旅館の中に現れたのです。怖いよな、それ。怖いよな、いきなりあんなに開けた化け物がドバーって出てきて怖ない？テロンさん、ギョってなったんじゃないの？ちょっと心臓わしづかみされたような感覚があったんじゃないの？宿泊中の皆さんを探したのですが、見当たらず、いつでも逃げられるように抜け道の確認をしていました。そうだったんですね。有能すぎる。テラノさんが有能すぎるんですけど。いや、なんか非常時とかサバイバルしなあかんような時に、テラノさんみたいな人が一人おったらすごい心強いですね。お兄ちゃん、さっき月が赤色に変わったのって。あれは人魚静江の夢が現実に侵食したんだ。現実と夢が混ざり、静江の霊力が村中に影響を及ぼした。多分、俺たちを村から逃さないつもりだろお兄ちゃん、一度考えをまとめたい方がいいんじゃない？寺野さんにも夢の説明をしなきゃ。そうだな。考えをまとめる。目的、静江の呪い、村で出会った人々。この辺は多分ね、前編の、これまでの、総まとめっていうか、おさらいやろうけん、見てもらったら多分分かってもらえとると思うんで、視聴者さんの人にも。もう大丈夫、選ばせてもらいます。ちょっと時間、時短。もう大丈夫、大丈夫です。後編、この動画から見てくださった人は、前編から見てね。てか、色欲の本当の第1話から見てね。ゆみみ様、清水に会いませんでしたか？そういうのは出てきてないな、後編になってから、一回も。私たち、清水さんと異変が起きる前に会ったよ。あ、そうだったわ。確かに清水さんも 清水さんも、なんか違う意味で変化が起きとったような、キキキキキみたいな感じよ。変化起きとったけどさ、それ、鱗となんか関係ない気がするよな、なんか。それはそれで怖いけど、それはそれで怖いよ。鱗とは別の変化って何？って話なのけどね。テラさんのところに行ったはずだけど、会わなかったの？あ、そうか、そうか。確か、テラさんが呼んでたよ、みたいな感じの追い払い方したんじゃ。でさ、律儀にチって言いながらも、律儀にさ、どっか行ったよな、って。え？清水には会えませんでした。どうやら清水と合流する前に異変が起きてしまったようですね。ちゃんと逃げられたのかどうか。あんなやつどうでもいいんですけどね。はっ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 は。おお、出た！ そうよ。青鬼的な感じで出てきたんや。すごい監視してきたんや、お前。もう監視率がすごくてさ。ここまで監視してくれる人をさ。
レンボーシックスシージの味方におったらさ、心強いもん。清水さんは静江の目として俺たちを監視していた。もうすでに鱗と化していると考えた方がいいだろう。確かにな。ティラノさんに夢の存在を話しておこう。どうする？ああ、これはちゃんと詳しく話すところを見てみたいな。ティラノさん、俺たちはこの村に現れた人魚のことを調べていたんです。お？俺たちの母は有名な占い師でした。母は霊が生み出してしまう世界のことを夢と呼び、引きずり込まれる人々を助けてきました。そして俺たちも母から受け継いだ夢の力を使って人々を助けるためにこの村に来たんです。夢の力ですか？この村を訪れた男性が探していた人魚静江は夢の中から助けを呼ぶ歌を歌い続けていた。だから男性たちは気配は感じても会うことはできなかったんです。静江はその夢の中にいたんですね。静江は鱗と呼ばれる魚の化け物を現世に呼び出してました。おそらく人魚の歌に引きずり込まれた人々が鱗に変えられたのだと思います。ちょっと画素数荒いですね、この絵。ちょっと言っちゃダメかもしれんけど、ちょっと画素数荒いですね、ちょっと。画素数荒いよ。ドット絵みたいな感じになったらもう、あんまそういうところ言っちゃあかんのかもしれんけど。確かにさ、肌の画素数はさ、年齢とともにどんどん悪化していくかもしれんけど、バカ。タコサクさんは、鱗に変わり、俺たちに襲いかかってきました。タコサクさんのあの姿はそういうことだったのですね。何も分からずにフィジカルタックルしたんですか、あなた。そうやな。そうなるとテラテラノさんは何も知らずにさ、フィジカルぶつけていったのよな。ではマスカ、私やシミスも。おそらく村の男性は鱗に変えられてしまう可能性があります。寺野さんがどうして変わらなかったのか理由は分かりませんが、これさ、あえて変えてないみたいにな、変えれるけど今はあえて変えてないみたいなところがあるけん怖いよな。突然行動を共にしていたら突然鱗に変わるみたいなこと十分ありえるけんな、そこが怖いな。なんということだ。おー、ちょっとこれやばいぞ。寺野さん、自分が鱗になってこの3人を襲わないか心配という顔をしている。もうこんな状況になっても、こんな事実を突きつけられても、もう自分以外の人間をちょっと気遣う、そういう優しさがテラノさんにはあるぞ。お前ら視聴者さん、ゆめめ様、私は清水を助けに行きます。テラノさん、あの異変の中で一人で置いてきてしまった。逃げ遅れて捕まっているかもしれない。でも鱗に変わったかもしれないんですよ。それに清水ですよ。その姿を見たわけではないのでしょう。まだ可能性があるのなら助けに行きます。ほんま、テラノさん、ほんま、テラノさん、マジテラ神やん。俺だったら絶対見捨ててる。俺だったら絶対見捨ててるもん。でもこのテラテノさんは見捨てませんよ、皆さん。こんなことできる？普通できひんわ、お前。私はもう誰一人として見捨てたくはないのです。ですが、清水ですよ。テル君めっちゃ清水推ししてるやん。清水さんがそんなに何をやってきたというのだ、お前。行かせてあげたら？え？野江さん、見捨てたくないなら早く迎えに行かなくちゃ。死んでしまったら取り返しがつかなくなるよ。野江さん、
なんか過去に何かあったみたいな顔になってる。優しい言葉のようだけど、違う。ノエさんは寺野さんのことを疑ってるんだ。あ、そっちか。あ、そういうことか。けど確かにさ、寺野さんさ、まだ 100% 味方と決まったわけじゃないもんな。今は味方やけどさ、本当に人魚が突然寺野さんのことを心変わりさせたとか、鱗に変えてしまうかもしれんのよな。なんなら今人魚がやろうと思えば鱗に変えてしまうこともできるかもしれんのよな。そう考えたらほんま、今の寺野さんは寺野かもしれんけど、もしかしたら5分後の寺野さんは寺野さんじゃないかもしれないっていう、よくわからんや早口言葉。村の男性とは一緒にいたくないんだろう。それなら俺も行きます。え？で、てるくん、大丈夫なの？ノエさん、さっき月が赤く変わったでしょ？え？うん。あれは自然の霊力が現実世界を侵食し、村全体に広がった証拠なんです。自然の霊力を読めないと、どの道この村かは出られないんです。俺はもう一度あの旅館へ行って自然の霊力を断つ方法を探します。てるくん。お兄ちゃん。ルナ、ここで野谷さんと待っていてくれ。ちょっと距離は遠くなるけど、赤い糸の呪いで帰り道を教えてくれような。うん、ずっと思ってるから。100年と2000年あとも愛してる。絶対帰ってきてね、お兄ちゃん。ああ、絶対に帰ってくるよ、ルナ。お兄ちゃん、帰ってこなかったら殺すよ。気をつけて、お兄ちゃん。頼んだわよ、デル君。すごいメタ的な発言をしていいかな。こうなるとさ、物語がテル君視点で動くわけだから、ノエちゃんの姿が当分の間見られなくなるっていうことは俺としては寂しいな。え？夢に混ざりしうつぼ村。うわ、ほんまにやばい、もうやばいぞ、この町の雰囲気。町、村全体がこんな感じなんだろう。雰囲気やべえな、おい。寺野さん、ここは村のどのあたりになるんですか？村の北東部、姫池と呼ばれています。姫池？先ほどは、水見草の抜け道を通り、最短ルートで姫池まで逃げました。逆に進めば、もう一度水見草へ行けるでしょう。なるほど。もう一度水見草へ行き、自然の霊力を断つ方法を探しましょう。具体的にどうするのですか？決まってんじゃん。自然をやったら勝ちなんだよ。寺野さん、分かってるだろ。自然をやったら勝ちなんだよ。自然の能力は2つあります。1つは男性を魅了して引きずり込む人魚の歌、もう1つは過去を変える呪いです。過去を変える？俺は一度自然の夢に入り、霊力を立とうとしました。ですがその時、過去の記憶を見せられ、静に過去を変える呪いをかけられてしまった。その結果、俺は20年前に呪いをかけられたことになり、今回この村を訪れることになったんです。そんなことができるのですか？めっちゃ驚いてる。この言い方はめっちゃ驚いてるやつや。ただ過去を変えるほどの強い霊力を無限に使えるとは思えない。何か霊力の源となるものがあるとは思うんです。
それを見つけて奪ってしまえばいいのですね。なるほど、霊力の源ね。なんだろう、その力を使うときに毎回毎回レッドブルを飲まないといけないとかいう、そういう感じなんだろうか。現代のプロゲーマーみたいな感じなんだろうか。そういうことです。なるほど、わかりました。ユミユ様、水味噌へ急ぎましょう。どうでもいいけどさ、何か考えた時のテラノさんのあの目をつぶる時の顔さ、ちょっと可愛いよね。なんだここ。ところでテラノさん、何でしょうユミユ様。俺の呼び方ですが、ユミユ様だとムズがよくて変えてもらってもいいですか。ほう、そうですか。では何とお呼びしましょう。待って、それ選択肢が出てきて俺に選択権あるんじゃないの、もしかして。面白い選択肢言う。面白い、あれ入力して決めるのがあんの入力して決めてるのよちょっとこれ大喜利じゃないですか。俺の大喜利じゃないですか。ご主人様でお願いしますそれさメイドとかに呼ばせるやつじゃんお前。それメイドとかに呼ばせるやつじゃんお前やめろメイドどころかさ、性別もヘタクレもない、メイドと何一つかすってもいない男にご主人様って呼ばせる、それやめろお前、お前もその代わりご主人様とお呼びしますねとか言うな、お前やめろお前お前パワーワードすぎるわお前よろしくお願いします。ちょっと今後悔しただろお前ご主人様って呼ばせたことちょっと後悔しただろお前。だがダメだお前、このゲームが終わるまでお前のあだ名はご主人様だお前。行けご主人様。うどうしたテラテラノさん。ご主人様、僕から誰か言う、やめてお前、ご主人様ってその文字が出てきた瞬間もう笑ってまうよお前、シリアスな場面なのに笑ってしまうぞお前、やめろお前。このゲーム作者さん的にはあんまりギャグとかそういうの入れてないとか、そういう制作の仕方してたのにさバリ笑ってしまうわお前え、だいたウロコ、ウロコだ、シリアスになってきたぞお前。こんな道があったとはな。おい夢見てるわ、こっちへ逃げたのか。タコサクが逃げるのを見たそうだ。タコサクさん、もう完全に敵サイドじゃ。夢見てるわ、必ずここを通ってくるだろう、しっかり見張っておくのだ。ご主人様、控えすこの名前をこの名前にしたことをちょっと今そろ後悔し始めてからな俺お前こんなむさ苦しい男にご主人様と呼べる俺の気持ちなんだと思うお前。ダメだ、抜け道は通れない、このまま進んだら待ち伏せされてしまう。抜け道を通るのをタコサクさんに見られていたのですね。仕方ありません、回り道をしましょう。そんな道があるんですか。旅館への最短ルートはこの抜け道でした。うん、ですが村道ならまだ手薄だと思われます。そのルートなら安全に行けそうですか。鱗の数がどれだけいるのか分かりませんが、村道には民家が数軒並んでいます。追っ手の鱗が来たとしても民家に隠れればやり過ごせるでしょう。なるほど、あ、お前同じこと反応した村全体に追っ手が回る前に行きましょう。はい
そうか。どこへ移動する？村道へ。スニーキングミッションが始まるな。この辺りにはまだ鱗はいないようですね。鱗が来るとしたら旅館のある前方から来るはずです。注意しながら進みましょう。時折鱗を見かけたら段ボールに隠れるように、で段ボール隠れたまま動くように。ふっ、前方から誰か来ます。来た鱗。なんどんどんね、別にこいつあれ金魚に住んでる鱗でゴミ捨てに来たとか、今日可燃物の日だからゴミ捨てに来たのみたいな感じの、それだけじゃないの。可燃物の日やけん、うん、多分今日火曜日やけん可燃物の日やけんな。うん、ちゃう、こいつは鱗やけど関係ない。鱗、やはりこっちにもいるのか。でもなんでゴミ箱持ってんだって話やん。あのポリバケツはなんだ？これ昔の人生ゲームにあったようなポリバケツ、お前。どこへ運んでいくんだ？行きましたね。こんな夢ができたタイミングで何を運んでいたんだ？静江の霊力の見守りに関わるものでしょうか？ん？その可能性がありますね。偽装のためか。怪しまれないためにあのゴミ箱のポリバケツの中に。いや、この状況でポリバケツが出てきたらちょっと怪しいわな。なんでここでポリバケツって感じやよ。なんでここに日本人みたいな感じやもん。あとをつけてみましょう。気づきましたか皆さん。俺ちょっと実は体調悪いんですよ。喉ちょっと痛いんですよ。そんな状態で撮っております。記憶後編、頑張りを認めてください。コメントで頑張ってせっちゃんって言ってくれれば幸いです。ここに入っていきましたね。ここは回収されずに油家に、油家違うな、油家かなになっていた家です。人が住めるような家ではなかったはずです。無人の家に運んでいたもの、あのポリバケツの中身なんだろう。これで失礼だったんだ。失礼、失礼、かなり柔らか。失礼、まとまったらあんなに小さいサイズになるん。あんなポリバケツに入れるん。エスパー伊藤やね、お前。自然が入っていてああやって出口を移動しているとか。いや、さすがにそんなサイズ感じゃないぞ。冷静なツッコミが入りました。考えても仕方がない。さっきの鱗が出てきたら行ってみましょう。出てきた。こいつワンチャンさ、後ろから殴りかかれるんじゃないかなって思う。後頭部狙ったら一撃で倒せるんじゃないかな。後頭部にさ、どうにかドンキで殴りかかれば何とかなるんじゃないかな。行きましょう。オープン。ガラ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 、出た。出たポリバケツ。こんなところにポリバケツがあるのがちょっと違和感やもんな。なんか知らんけど、なんか知らんけど、どこに隠されもせずありましたね。何が入ってるんだ。エッチな本か。何か匂いますね。魚が腐ったような匂いだけど、ただの生ゴミでしょうか。生ゴミを今運ぶ必要があるでしょうか。それもそうですね。開けてみましょう。あらー、うこれは、鱗の頭、鱗の頭なんこれ。え、鱗の頭、え、どういうこと。え、仲間の頭ってことそれ。
なんで鱗がこうされているんだ。仲間割れでもあるのでしょうか。なんなん、鱗の中でも派閥とかあんの。鱗の中にも派閥争いとかあんの。そんな感じなん。なんで。もう行きましょう。気分が悪くなってきました。はい。じゃあ気分悪くなってくるわこれ。ちょっと待って、なんかこのわざわざ入るときと出るときと一回ずつこのさ扉の開けるタッチくださいってわざわざ出てくるあたりさ、これ出てくるときは向こう側におるとかそういう話じゃないですかね。なんかそんな気が、俺ちょっとクリックするのがちょっと怖いんですけど、いきますよ皆さん、3、2、1、ドーンってクリックして言ったらクリックしますよ皆さん。3、2、1、はいって言ったらクリックしますよ皆さん。引っ張りますよ、こうドキドキした緊迫の瞬間引っ張りますよ俺は。はい、ああ